レートン駅はレートンにあるロンドン地下鉄の駅である。駅はレートンハイストリートの端にあるレートンミルズの向かい側に位置している。この駅はセントラル線のストラトフォード駅、レートンストーン駅間にある。トラベルカードゾーンは3である。レートン駅はイースタンカウンティーズ鉄道によって1856年8月22日に開業した。その頃はローレートンと呼ばれていた。 1868年11月27日、グレートイースタン鉄道によって、駅名をレートンへと改名した。現在の駅舎の大部分は1879年の踏切から橋に切り替える工事の時からあったが、それと関連していくつかの変更があり、ロンドンノースイースタン鉄道の駅の移転と、ロンドン地下鉄の一部であるセントラル線の東の延長を実施することになった。 この駅の最初の運営は、セントラル線によって1947年5月5日に行われた。レートン駅は、レートンオリエント FC のホームスタジアム、レートン図書館のアクセス駅である。また、カニングタウンとストラトフォード、イーストハム方向に運行するバス路線のアクセス駅でもある。ロンドンバスの58、69、97、158、 系統が当駅を経由する。また、W14、W15、339及び深夜バスの N26 系統は、駅の近くを運行している。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー優勢時、データ、ロンドン交通局。二千十五年三月十一日閲覧。ハーディー、ブライアン、エド。 ハウイットユーズド to ビーフレートオンザアンダーグラウンド50 years ago. アンダーグラウンドニュース175-183イシュン0306から8617ありがとうございます。